英寧は中国国立交渉体系史出身の卓球選手。身長172センチメートル。世界ランキング1位。2011年、2015年、2017年世界卓球選手権で優勝した世界女王であり、2016年リオデジャネイロオリンピックの女子シングルス金メダリスト。五輪、世界選手権、ワールドカップの三大大会のシングルスで、 すべて優勝経験を持つ、いわゆる大漫画の達成者である。父はスピードスケート選手、母はバスケットボール選手というスポーツ一家、1997年7歳の時に体系四体育学校に入学。10歳の時に中国ナショナルチームのコーチも務めた習字森にスカウトされて北京市のチームに加入した。2005年、 オーストリアのリンツで行われた世界ジュニア、卓球選手権のシングルス、ダブルス、団体で優勝。2009年、インドのラクナウで行われたアジア卓球選手権でもシングルス、ダブルス、団体と優勝した。世界卓球選手権には2007年のザグレブ大会で初出場。2008年に、杭州で行われた第49回世界。 卓球選手権団体戦のメンバーには選ばれなかった。2009年の世界卓球選手権横浜大会では各都のペアで銀メダルを獲得した。2010年の世界卓球選手権モスクワ大会では準決勝で日本の福原愛に2ゲーム練習されたがそこから3ゲームを取り返して逆転勝利した。決勝のシンガポール戦では世界ランク2位の氷高う全米と 対戦2ゲームを選手したが3ゲームを奪われて逆転、負け、中国チームも団体戦で敗れ9連覇を逃した。2011年のイングランドオープンでシングルス優勝した後、同年5月オランダで行われた世界選手権ロッテルダム大会シングルス決勝戦で、チームメイトのリア・アキラガスミを4対2で打ち破り、念願の世界選手権初優勝を果たし、世界チャンピオンを奪い取った。 その後ワールドカップ女子シングルスのチャンピオンを獲得。その年11月に世界ランキング1位になる。2012年ロンドンオリンピックに出場。シングルス決勝でリ・アキラガスミに1から4で敗れ、銀メダルを獲得した。この試合では、試合中にサーブで3度のフォルト、遅れて台に入ることで遅延行為とみなされイエローカードをもらうなど、不運なジャッジをされ。 涙を流す場面もあった。その際にタオリングで涙を拭ったのが、正規のタオリングの時間以外にタオルを使ったとして、再び2枚目のイエローカードでレッドカードになった。団体は決勝戦で日本を下し、彼女にとって最初のオリンピック金メダルを獲得した。2013年、世界選手権パリ大会女子シングルスの準決勝でリ・アキラガスミに敗れ、 銅メダルとなった。女子ダブルスでは、竜歌と組銀メダルを獲得した。2014年、アジアハイ女子シングルスの決勝戦では、リ・アキラガスミに4対2で打ち勝ち、初めてアジアハイシングルスで優勝する。世界選手権東京大会女子団体に出場し、決勝で日本を、おろし金メダルを獲得する。また、同年のワールドカップでは2度目の優勝となった。 2015年、世界選手権蘇州大会女子シングルスの決勝においては、最終7ゲームで右足首を痛めるアクシデントがあったが、リューウータを破り優勝、2度目の世界チャンピオンに輝いた。また、女子ダブルスでリアキラガスミと組み、銀メダルを獲得した。2016年、世界選手権クアラルンプール大会女子団体に出場し、中国の3連覇に貢献した。 2016年リオデジャネイロオリンピックでは2大会連続でシングルス、団体の両方に出場。シングルス準決勝までで合計で1セットしか失わない圧巻の実力を見せる。決勝戦ではロンドンと同じくリアキラガスミと対戦し、一次リードを奪われるも第6、第7セットを練習してフルセットの末逆転勝利する。 丁寧4から3リアキラカスミ4年前の雪辱を果たし初のオリンピックシングルス優勝を果たす。これによりオリンピック、ワールドカップ、世界選手権の3大会で金メダルを獲得する大満願を達成し中国卓球の歴史に残る選手となった。団体では決勝戦でリアキラカスミ、リュウータと共にドイツを3対0で打ちまかして優勝し、 オリンピック団体3連覇を達成した。オリンピックの閉会式では機手を担当。これは中国卓球チームの中で初めてのことである。2021年9月、北京大学に進学することから自身の公式美白を呼び、中国卓球協会を通じて引退を発表した。同じ国家代表チームの馬竜とは10歳の頃から一緒にプレーし、 実の兄弟のような関係である。馬竜は、リオ五輪決勝後、丁寧への感謝の言葉を述べている。2013年の全中国運動会では、和竜と丁寧が混合ダブルスを組み、蝶々と竜歌の関東ペアを破って初優勝し、金メダルを獲得した。蝶次家は、丁寧のような女の子が好きと発言している。同じく馬竜も、私も好きです。 私たちは小さな頃から共に育ちましたが、彼女の性格はとても良いですと発言した。ありがとうございます。